すごいね、トイレも小便器用と金曜日もありますけど、バリアフリーまで全部あるっていうね。綺麗でしたよ。いや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 。で、お下にあるのはスクールバスのね、乗り場もあるみたいですけどね。はあ、そっか。貨物の作業員さんとかも使うから、結構がっつりと、しっかりと。へえ。2階建てですもんね。あれなのかな、使ってんのかな。へえ。すごい。寒いな。この辺りとかも昔、歴史はちょっと暖かいとかってですね。寒い。折り返しって何分だ ?13 分の20分くらいまで時間あるのか。見どころ全然なさそうではありましたけど、貨物のちょうどね、いい出方が見れたのがね、大きいですね。あ、ちなみにこんな寒いね、雪まみれの中で、駅間散歩なんてね、するつもりはありませんからね、こっから西の地になってね、結構遠いんですからね。いいですか、こっから西の地はね、まあまあ、20分じゃ無理ですもんね。そしたら乗り返したらもう62分、1時間後ですもんね。無理。そんなのは無理だ。よし。こんな感じなんですね。僕もう、速度もないからな。うん。全然ダメだ。特に何か商業施設とかあるわけでもないんで。正直ね、北西線の方が、周りにいろいろあるっちゃありますからね。うん。そうだ、奥も、上がライトついてるから、多分作業員さんの、貨物のね、作業員さんとかの積み所になってるんでしょうね。そう考えると立派ですよ。まあそうか。立派な駅舎だな。こういったね、建物とかありますけど、これ、多分ね、乗降客数で言ったら、下手すら3桁とかじゃない？ 1000人台いるのかなっていうようなところで、これだけで、ね、立派な駅舎で、しかも有人駅で、本当にこのでかい駅舎をちゃんとフルに使ってるっていうのは、なかなかね、実は珍しいんじゃないですか。そのあたりもね、すごくね、面白いですよね。でもこの三岐鉄道が何がいいかっていうと、この、ちゃんと、本当に昔ながらそのまんまやってるってところですよね。うん。友人改札だし、貢献で普通に、ね、駅でやってくれるし、トイレとかにね。でも、さすがに無理とかないで。暖房効いてそうやから中で待たせてもらおう。そうや、これか。そう。昨日やったか。捕まったらしいね。すごいですね。そのだって、いつもね、貼ってあるって確かに、まあ、よく見るあれですけど。うん。昭和48年撮影とかのあれで、なんですもんね、すごいですよね。何でこう、わかるのか。こうやって、いろんなところに買い出しをしておくっていうのは、全くもって無駄ではなかったということがね、証明されましたもんね。こんないろいろある中でもダントツですよね。なんか平成8、平成20年とかでしょ。最近ね、これじゃないですか。ああ、これね、細になってたね。うん。で、新しいけど、平成の、これだけ昭和48だもんな。ダントツで、古い、あれですけど。ね。何で、ね、どうやって見つかるかわからんもんですよね。ちなみに、時計はえらいおしゃれなんですね。ホームに戻ってきたけど、さすがに寒いぞ。これ1度か2度ぐらいだろ。ああ。でもね、さすがなのがね、ど田舎なんでね、まあまあ見ての通りど田舎ですからね。いや、やっぱり、ね、結構、見えねえな。さすがにカメラでも見えねえけど、ね、星が結構見えるのよ。時期的にはスバルも見えるんじゃない？どっちだ？もっと天文学部とは思えないね。あ、そうなんです。実は元天文部なんですよね。なので、星の位置も星座位置も何もわかんねえからね。あ、オリオン座さんって言ったら全然違うって言われるからね。ざらにありますからね。なんか3つ並んでんね。いや、全然違う。なんならそれ一つ飛行機の光や。ね。あ、でも、オリオン、さすがにオリオンさんわかるな。うん、オリオンもわかるよ。あれ当たりそうか？いや、こうやって見てみると星も明るいね。うん、まだここ駅なんでね、明かりがあるんであれですけど。とはいえ、標高も高いです。山の中ですからね。もう、打ってるうちに、列車が来るはずなんで。にしたってこのゴミでもすごいね。ダストボックス艦隊。あちらに見えきしとったやつは、もうね、しれっとね、引き込みの方に入ってきましたからね。はぁ、すげえ。やっぱこうやってね、駅舎がね、ちゃんとね、駅舎として機能してるところでね、いいですよね。まあさっきの折り返しでしょうけどね。じゃあ、これでもう平日まで行ってね、まあそのままね、私は帰っていくと思いますのでね、ここら辺でね、今回の動画ね、締めとこうと思います。何の動画だったんだ？スタンプラリーをしようとして、一個も押せなかった件。かな？タイトルは。さあ、以上です。ご視聴ありがとうございました。おう、貸し切り。意外と隙間あんね。よし。はい、よいしょ。よいしょ。次は伊勢橋田です。